こんにちは、マイケルです。ザ・ゴルフメモに入社して早1年になりました。仕事を通じて学べたことは、社会人としての身だしなみ、営業先、出張先での立ち振る舞いや言動です。得意先での会食時の言動など、回数を徐々にこなすことでいい印象を持たれることが多くありました。そしてこの1年でゴルフをする機会が多くあったため、入社当時はあまりゴルフに前向きではありませんでしたが、得意先との初めてのゴルフを経験してからはゴルフに興味がさらに湧き、今ではよりゴルフに積極的になり、少しずつですが自信をつけることができました。ザ・ゴルフメモに入社した当時は右も左も分からなく、社長やスタッフは終日作業し、社長は人のため、プロのためと細かく話していましたが、当時はその言葉の意味が見当もつきませんでした。しかし仕事を一緒にしていく上で、ゴルフを盛り上げたい気持ち、プロを応援したい気持ち、ザ・ゴルフメモチャンピオンシップを主催し、プロアマ戦を開催することで、プロとしての立ち振る舞い、言動、エンターテイナー性などを勉強できる場にもなることだと学び、奥深さを感じました。そして、社長が常々口にしていた人のため、プロのためという言葉の意味が多くの方々と関わった経験から少しずつ理解できるようになりました。ヤーデージブック、大会イベントの主催を通じ、ゴルフについてのビジネスの在り方、人とのつながりなど、知識も少しずつ学ぶことができ、心身ともにこの1年で成長できたと思います。2年目は今の経験をさらに向上させ、社長ともにゴルフを盛り上げていけるよう努力してまいりますので、応援よろしくお願いいたします。